こんばんは、駒北です。いやこれはすごいね。ちょうど今東京都に大雪警報が出たところです。ここは新宿駅の新南口なんですけれど、あそこのドコモタワーなんかもすんごいうっすらしてますもんね。ものすごい雪です。いやなんか気づいたらね、大変なありさまになっていますよね。雪もまあ大体2センチ3センチぐらい積もっているかな。で大雪警報が出るレベルの雪って東京では多分 2,3 年に1回だと思うので、今回はまあせっかくですから一応周りの迷惑にならない程度に東京の鉄道がこの大雪に対してどのような対応を取っているのかちょっと観察しに行きたいと思います。いきなり鉄道じゃないんですけれど、一番びっくりしたのはこれですね。バスタ新宿、多分あそこの上3本以外は全部ずらっと運休が並んでいます。これは多分高速道路が軒並み通行止めになってしまっているせいですよね。こんな状態でバスタ新宿はどうなっているのかさすがに気になるので、ちょっとだけ様子を見に行こうかな。それで気になって見に来てみたら、一応ご覧の通り人はいるみたいなんですよ。しかしこの時間帯いつもバスタ新宿に来ると延々とねバスの出発ラッシュでございますんで、アナウンスがずっとわーっとかかっているんですが、それは今日は全くありません。こんな静かなバスタ新宿初めてだよ。運転を取りやめる恐れがありますってここに書いてあるんですけれども、恐れどころじゃないですよね。全部止まってしまってるわけですから。生き残ってる奴らは一体どこ行くんじゃと思って見てみたんですけれど、確かに雪の降っていない千葉方面にはバスは出ているみたい。しかし最後のやつ、鶴岡坂田って山形県ですけれど、どうやって行くつもりなんでしょうか。いやなかなか壮観だ。夜行バスに乗れなくて困っている人たちが中で暖を取っている様子でしたね。にしても外は係員さんもほとんど立っていないし、もう全く今日はバスなんか走らせる気ないぞって感じ。結局山形に行くバスってどうやって行くんでしょうね。高速とかほとんど動いていないし、なんなら北方面じゃないですか。あれはちょっと不思議ですね。新宿駅の七不思議。まあバスはこの辺にしておいて、うちは鉄道チャンネルなのでそろそろ向こうの鉄道を見に行きたいと思います。いやいいですね。ペンギンたちも雪の装い、なんか白い帽子をかぶっているみたいなデザインに見えますけれど、あれ全部雪ですからね。なかなか今回の寒波は凄まじい。ちょっとこの広場の屋根のない奥の方まで行ってみますかね。うわべちゃべちゃだよ雪が。すごい水分が多い雪なんですね。積もってはいるんですけれど、なんだろうな、なんか水の中を歩いているような感覚。あまり安全ではないですね。ちょっとゆっくり足元を確かめながら進みたいと思います。今はまだせいぜいね3センチから4センチぐらいだとまあ目分量では思うんですけれども、大雪警報になるということはここから10センチぐらい積もるということなので、いやーこれは明日が思いやられる。ダメだ、ちょっと雪が強すぎる。あそこのガラスのところから電車を取ろうと思ったんですけれども無理ですね。ホームに行きますか。おとなしく、多分日本人はみんな家に帰ったんでしょうね。外国人の人しかいないんですけれど、それがすごい印象的。外国人の皆さんは結構ね雪を楽しんでいる印象があります。なんとかこの新宿駅に来ている路線は全部一応運転見合わせにはなっておらず走っているっぽいんですけれど、一番大雪の被害を被っているのがこいつみたいですね。中央線の特急です。今の新宿駅の中ではこのホームが一番終わっていまして、ご覧の通り特急は2つ止まっているんですが、あそこの発車表、あれはもう使い物になりません。10番線の発車時刻見てほしいんですけれど、17時の後21時21分謎に4時間空いていますよね。もう本当に運行できない状態が続いているみたいで、というのも多分こいつが現時点で2時間半遅れになってしまっているあずさ号だと思うんですが、中央線がねあまりにもドカ雪すぎて高尾から先全部運休になってしまっているんですよ。だからこいつがいくら頑張っても今日は高尾までしか行けないわけです。というわけで今日は中央線の特急は全く走らせられていないわけです。こいつなんてね今日松本どころか1日をこの新宿駅のこのホームで終えてしまう可能性がありますよ。と突然ね発車メロディーが鳴き出したんですが、右に止まっている特急が出るみたい。これは八王子ですね。高尾より奥には行かないんでこいつは動かせるだろうという判断ですか。でもこいつも今15分遅れで出発していくみたい。あそこにね7時15分発八王子行きと書いてあるんですが、ただいまの時刻は19時半となっております。それでも出発できてよかったですね。こいつはとりあえず八王子までは行けるのでしょう。お客様にお知らせをいたします。停車中の八王子1号
発車メロディーが鳴り終わってから2分ぐらい沈黙が続くなと思っていたら、このような事情があったみたいです。というわけで再び運転見合わせが決定、7時半には出発できませんでした。本当にこの特急八王子は八王子にたどり着くことができるんですかね。雪っていうのはやっぱり特に八王子方面で強く降りますから、中央線が一番雪の影響を受けますよね。ということで見てください、あっちは中央線快速、普通の列車が出発していくホームなんですけれども、僕がねこのホームに来てからまだ一本も電車は来ていないですよ。こっちは端っこの方なのでまだマシですが、そろそろ向こうの方とかホームパンクしちゃうんじゃないですかね。どうするんでしょう。これはもう多分あっちのホームは入場規制がかかるのは確実でしょうね。これからそういうホームが増えてくると思います。とても平日夜の新宿駅とは思えないですよ。全然電車がやってきません。ここ5分ぐらい1本も電車やってきてないんじゃないですかね。ずっと静寂が続いております。奥の方一瞬見えましたね。山手線が久しぶりにやってきましたよ。徐々に運転再開し始めているのかな。今業務放送で中央線快速支障なし、まもなく運転再開と言っていたので、あそこの特急八王子もそろそろ出ていくんじゃないかな。というかあそこのホームに早く列車を入れてあげないと。この列車にとっては3度目の正直となります。この特急から中央線快速は運転再開するようですね。発車ベルが鳴り終わった後もやはりしばらくドアは閉まりません。これは感動の瞬間だ。やっとドアが閉まりましたよ。4度目の正直ですね。やっぱり大雪警報というのは簡単に思い通りにはさせてくれません。ドアは閉めたんですけれども2分ぐらいここに止まっております。びっくりなんですけれどまたドアが開きました。こんなことってあるんですね。また何か緊急の信号が発射された模様です。結構びっくりなんですけれど2時間半遅れのあずさ号に結構お客さん乗っていますね。満席寸前ですよ。これこの人たちどうするんだろう。この列車はこのまま列車ホテルになるということもありえますね。これで通算5度目の正直ということになりますでしょうか。多分3回目ぐらいの発車ベルですよね。いよいよ動きましたか。にしても雪がすごいですね。このホームに止まっている間にもご覧の通り屋根にだいぶ雪が積もってしまっております。無事に八王子まで行けるといいですけれどもね。ここから大変な旅路になりそうです。さすがに寒すぎて死ぬかと思ったのであそこの待合室でしばらく温まってきました。あんまり混んでいなかったので多分大丈夫だと思います。いやーすごいですよね。見る見るうちに線路横の雪がね高くなっているような気がしますよ。列車の上とかもね真っ白ですもんね。こんなの本当になかなか見ない。そして向こうの列車は上り方面ですけれどもやっぱり上り方面全然人乗っていませんね。やっぱ東京の人間はちゃんと気象庁とかの言うことを聞いてさっさと家に帰ったんでしょうね。すごい、まだ平日の7時台なのに全然ホームに人がいない。こんな光景って見られるんですね。すごいな。そしてさっき放送で言っていたんですけれど一応あそこのあずさ号が今日中央線最後の特急らしいです。中央線最後の特急って言ってるってことはまだあいつを走らせる気あるってことですか。すごすぎる。東京って本気出したらこんなことになるんですね。ホームの端にもすでに雪が積もっていまして奥のね湘南新宿ラインとかすごくないですか。顔真っ白の湘南新宿ラインが出てきました。いやーすげえ大雪の力かこれが。車内はまあそこそこお客さん乗っていますけれどでも多分普通の平日に比べたら空いてる方ですよね。そして今日は雪でね多分車輪とかも空転すると思うので加速はだいぶゆっくりな印象。融雪ブレーキとかも使っているんでしょうね。乗り心地とかは基本的に悪くなります。なんかね列車が滑っているような感覚とかしますもんね。普通に後ろもすごいね。皆さんたまに列車に乗っていてガガガガガとなんかね瞬間的な横揺れを体験することあると思うんですけれどもあれはタイヤが空転しているのです。特にこういう雪の日なんかは多いでしょうね。いやーすごい。東京の鉄道は雪に弱いとか言われてますけれどまあこの程度の積雪で遅れてしまっているので弱いは弱いんですが止まっていないだけマシですよね。さすが日本の鉄道技術だ。本来だったら一番混雑している時間帯なわけですから頭おかしいぐらいの頻度で列車は入ってくるんですけれどそれに見合うお客さんの量が今日はいないですよね。この中央線の東京方面のホームも全然人がいないので結構撮影がしやすいです。
本当にこんな感じでね、列車が行った直後は平日の夜とは思えませんよ。さっきも同じようなこと言ったかもしれませんが、僕の半径10メートルには一子一人いないですからね。駅員さんが結構口を酸っぱくして足元にご注意くださいと言っていたんですが、それはそうですよね。左側のホームはしばらく列車がやってきていませんでしたので、ご覧の通りホームの端っこに雪が積もってしまっているわけです。これはめちゃくちゃ滑りやすそう。さて列車が向こうからやってきますけれども、うわすごい、どいつもこいつも顔が真っ白。それだけ雪が積もりやすい時間ってことですよね。邪魔にならないようになるべく遠くから撮っているんですけれど、こんな珍しいですね、雪かきが始まりました。しかも結構な人数で、これはすごい人海戦術。この通路は成田エクスプレスのホームに向かうものなんですけれども、新宿駅が廃墟になってしまったかのようです。全然人がいない。というわけで成田エクスプレスのホームに来たんですが、セルフ塗装変更ですね。正面が真っ白になっています。もともとここ真っ黒だったわけですから、それだけ雪の色が凄まじいわけだ。そして今日このホームの運転はもう終わってしまったみたい。まだ8時にもなっていないんですけれど、計画運休みたいなやつですよね。もう成田に行く人なんかいないだろうっていう、そういうわけでこのホームにはもう今日列車がやってくることはありません。このホームはね、この後閉鎖とかするかもしれないですから、念のため離れておこうと思います。居座るのはやめです。迷惑になりますからね。中央線の下りはやっぱ混んでますよね。そしてあそこのあずさ号は依然として出発できておりません。もう3時間遅れだ。中央線今だいぶ本数減ってますからね、これは帰宅するのが難しそう。でもホームの入場規制状態はだいぶ解消されたようですね。行き先表示器が全く見えていないじゃないですか。しかも全然人が乗ってない。いよいよ東京は終わりですね。東京の2月6日はもういつもよりも4時間早く終わってしまうようです。最後の成田エクスプレスが出ていきます。といっても回送電車ですけどね。これでいよいよ新宿駅の5、6番線には今日1日列車がやってこないことになります。もうホームとか封鎖するんでしょうね、多分。あれ、通勤快速ですね。埼京線の通勤快速って痴漢とかでもめっちゃ有名で、すごい混んでる印象ありますけれど、今日に限ってはガラガラ。もういよいよ列車に乗っている人少なくなってきましたね。人が少ないのもそうですけれど、いつもと明らかに違うなと思うのは車の数がね、だいぶ少ないですよね。ノーマルタイヤではこの状況で走れないですから。時折チェーンを巻いた車のシャン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 っていうね、特有の音なんかも聞こえてきます。完全に雪国じゃないか。タクシーも多いですね。今日はタクシーが大活躍することでしょう。JR を出て今度は小田急の方に来てみたんですけれど、小田急も特急の運転をやめるみたいですね。20時40分が特急の終電。しかも終点の小田原までは行かないみたい。だいぶ首都圏各路線ね、雪に対して抵抗を続けてきましたけれども、続々と力尽きている状況。小田急はまだ小田原まで行く体力が残っているみたいですが、9時以降はロマンスカーが運転だとのことです。こっちも顔が真っ白ですね。前面の帯なんかが全くもって見えなくなっております。そして終電となるロマンスカーなんですが、20時40分発、ただいまの時刻は20時33分ぐらいかな。もうホームにいないとおかしい頃なんですけどもね。あんな感じで折り返しの準備なんかにも時間がかかりますから、この列車もきっと遅れて出発することでしょう。全くもってダイヤというのは当てにならない状況。快速急行待ち待機になるものが何本か爆誕しております。多分小田急も明日のことを考えて、今から着実にどん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 本数を減らしていくつもりなんでしょう。それにしても本当に信じられないぐらいお客さん少ないですよ。新宿駅から楽々座っていけるなんてね、これじゃあもう特急いらないじゃないですか。いつもは満員になって出発していくのに。列車はかなり空いていますので、せっかくですから雪深いと思われる町田まで乗ってみたいと思います。というわけで小田急線の快速急行町田行きに乗って新宿駅を出発していきます。奥の方を見てください。中央線各駅停車がなぜか止まってしまっていますね。どうやら大雪の影響で運転見合わせになっているみたい。立ち往生です。あそこに取り残されたお客さんは大変ですね。そして見てくださいよ、新宿にこんなに積雪が。全く別世界、北海道に
に来たかのような感覚を覚えます。そして列車はもうすぐ代々木上原に着くところ、どん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 積雪が増えていく様も楽しんでいきたいですね。そしてしばらく走って世田谷区を走っているんですが、ここは大雪警報が出ているみたい。そしてこの北見駅を境に、ここから先狛江市は東京都の多摩地方ということになりますが、だいぶ雪もね、新宿に比べて深くなったような感じがしますよね。防音壁にも雪がついていますから、だいぶ積雪の深さも変わってきたんだなというのを感じます。そしてこちらが多摩川、河川敷が真っ白になっていますよ。ほんと北海道とか長野とかそんぐらいに行かないと見れないような光景が東京でも見れているわけです。そして谷合いのところに入ってきまして、川崎市の多摩区ですね。ここまで来るとやっぱり東京都に増して積雪の深さがあるように感じます。線路の高さと比べても一目瞭然ですよね。ホームの端にもだいぶ雪が積もっている。東京から人が消えてしまったんでしょうか。全然人いないじゃないですか。もう何回も同じこと言って申し訳ないんですけれど、違和感増し増しすぎてね、言及せずにはいられないのです。本当に人少なすぎませんか。多分いつもねこの時間帯だったら人溢れ返っている頃だと思うんですけれど、電車だってね端っこの席に座ることすら容易ですからね。多摩地方の新百合ヶ丘駅までやってきてみましたけれど、言うて新宿とそんなに積もっている量は変わんなそうですね。電車は相変わらずド派手に遅れていまして、ただいまの時刻は9時10分なんですけれども、左に止まっている列車は20時56分発14分遅れということですか。なんかさっきからね空が光ってるんですよ。雷です。なんかちょっとヤバそうなんでね、そろそろ家に帰ろうと思います。帰宅困難者になったらシャレになんないですからね。わ、かっこいいね後ろの雪。いやでもさすがに新宿よりは積もってるか、こっちは多分少なくとも5センチは積もっていそう。うわ、雷の音がすごいな。はい、帰ります。皆さんご視聴ありがとうございました。くれぐれも雪の転倒などにはお気をつけください。